中日2軍、加藤拓磨捕手がサード、宮大成がファーストを守る。宮ファーストも大概やろ。打力を生かすための内野挑戦か。加藤拓磨の打力とは？村松上行ったし、浜翔は足の怪我したっぽいし、星野くんは体力考えながらになるんだろうし、人全然いないなぁ。今度は野手が足りなくなってる。投手も内野手も人数不足となると、ドラフトどうするのかね。全てが足りてなくて草、ただただ試合を成立させるための起用って切ないな。いっそ試合中止にできんのか。怪我人やら離脱者やらが多すぎんか、スペ体質ばっかなのか、トレーナーが有能じゃないのかどうなんやろ。これブルペン足りんの？肩作れる？やれやれ。トレーナーもマッサージ師中心から、理学療法師中心にした方がいいんじゃ？これ片岡の立浪に対する意趣返しじゃね。この状況で村松一軍に戻したことで切れたんちゃうか。他に選択しないからやってるだけじゃん。なんだかんだ残ってるアキーノはようやっとる。その、アキーノありがとうな。山浅怪我せず頑張っとる。高卒で怪我なくで続けてる山浅すげーな。コーチも他球団より少ないから、ろくに選手も見れず怪我人だらけ。2年前のサード加藤はすごい打ってたのを思い出した。アキーノ帰国ってのは一体何だったんだろう。リュークも石垣も福永も、どうせスタメンで使う気ないなら2軍に返してやれよ。編成とコンディション系のコーチ考えよう、めちゃくちゃやで。今更ながら要拡張しろよ。怪我人なのかコロナなのか、コロナが功労なくなったから、余計にわからんくなってきてるな。名護球言ったけど、試合前シートノックで、加藤拓さんサード入ってて、え？ってなったわ。星野も離脱したんかよ。あと内野手一軍に割と集結したから、どっちにしろいないんよな。